こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおけるこちらのお散歩玉ですね。これをギリギリモンスターが届かない時に使用する方もいらっしゃると思うんですが、今回はこのお散歩玉を使わずにギリギリ届かないモンスターを拾う小技についてご紹介をさせていただこうかなと思います。 で、今回の方法に関しては、念のためナイアンティックさんにも確認をしていまして、あくまで外部ツールなどを使って一偽装などをしなければ問題ないということだったんですが、もしこの方法を使う場合は、一応自己責任でやっていただければなと思います。じゃあ早速本題に入っていくんですが、今回のやり方は iPhone でご紹介していきます。Android に関しては操作方法は違うんですが、実際やることは一緒になりますので、一応ご自身のお持ちの端末に合わせて設定を変えていただければなと思います。 今回の方法のまず前準備からお話をしていくんですが iPhone の場合は こちらのプライバシーとセキュリティを開いていただきます。で、開くと位置情報サービスがオンになっているので、ここを開きます。で、そうすると、こちらのように位置情報サービスのチェックマークが出てきますので、ここまで開いておけば準備は完了ですね。でそしたら、あとはこちらのタスク切り替えで、またモンスターハンターなどに戻ります。で、これができればもう準備は完了していまして、あとは、ちょっと今実践してしまうと言えばれをしかねないので、一応外で撮影してきたものに切り替えます。はい。そしたら、録画したものに今 切り替えたんですが今これ現状として右下ですねのボルボロスを刈るために、まあ、ライトボーガンがボルボロスの素材が足で必要なので。 これを借りたいんですが、これ以上右側が他の建物の敷地内に入ってしまうので進めなかったんですよ。で、こういったこと結構皆さんあると思いまして、まあ、こういう時にね、お散歩玉を使って、まあ、ボルボロスぐらいでは使わないと思うんですけど、今イベントで来てるリオレイヤー足とか、まあそういったのにも使う方はいらっしゃると思います。で、そういった時に使う方法になりまして、この状態で先ほど準備していた設定画面に切り替えます。まあ、こんな感じですね。 で、切り替えていただいて、この位置情報サービスを押していただくとオフにするっていうのが出てくるので、これを切ります。で、切っていただいて、で、もう一回付け直しですね。していただいて、もう一回モンハンナウンを開くと、こんな感じで動くんですよ。これで、モンスターをタップすることができるようになりまして、これで一回タップさえしてしまえば、すぐまた元の場所に位置情報戻るんですけど、この戦闘待機画面に入ってしまっていれば、あとはゆっくり操作していただいても、そのまま彼に出ることができますので、 ま、これで、あとは、討伐をして、素材を取るっていうことができるようになってます。もちろん、ペイントボールもぶつけられますね。っていう感じで、これで討伐をして、素材を取るっていうのができますね。で、これ、注意点なんですが、これをやる場合は、この、Bluetooth と Wi-Fi ですね、に繋がっていると、この方法が使えませんので、まあ、そもそも繋がってないなら、切る必要はないんですが、使用する場合は、この2つは切っておいていただきたいっていうのと、もちろんなんですが、この、お散歩玉との合わせ技もすることができます。なので、たまにあるシーンとして、お散歩玉も使っていって、 1.5倍にしたのにギリギリ届かないじゃんみたいなことも結構あると思うんですがそういった時はこのお散歩玉で拡大したやつをさらにちょっとずらすことによってお散歩玉でも届かないものを取りに行くってこともできますしそもそもお散歩玉で取れるかなっていう範囲は節約することができますただこのブレに関しては先ほどはうまくいってほしい方向に移動したんですけど状況によっていろんなところにブレますで例えば1回目でうまくいかなかった場合は2回目とか3回目とかでやっていただくと やるたんびに移動する方向が変わってくれますので、まあ、それで抽選を受けていただければ、こういったギリギリでお散歩玉を使おうかなっていうシーンに関しては、節約につながるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからももう半々の動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ